Gundam Info. スピットブレイク、全軍の配置完了しました。あとはご命令いただくのみです。まもなく雨の時間です。中でお茶にしませんか？俺もすぐそっちへ行ってやる。貴様などが特務隊とはな。いろいろとすまなかった。今までありがとう。じゃあ今度は俺が部下にしてやる。それまで死ぬんじゃないぞ。わかった。にしろ。これは本部からの命令だ。君は従わねばならない。そういうことになってしまうわね。軍本部からの命令では私にはどうすることもできないの。ごめんなさい。異議があるのなら一応人事局に申し立てをしてみることはできると思うけど。取り合うわけありません。フレイ。では艦長、今までありがとう。バジルール注意。いえ、また会えるといいわね。戦場でないどこかで。終戦となれば可能でしょう。そうね。彼女をお願いね。はっ。さあ、サイフレ。俺も言うだけ言ってみっかな。人事局にさ。取り合うわけないそうよ。しかし何もこんな時にカリフォルニアで教官やればないでしょう。あなたが教えれば前線でのルーキーの損害率も下がるわ。ほら遅れますわよ。ああもうくそ。今まで
ありがとうございました。俺の方こそ、な。状況は順調です。すべて予定通りに始まり、予定通りに終わるでしょう。暫定の措置ではあるが、第8艦隊所属艦アークエンジェルは本日付でアラスカ守備軍第5護衛隊付きへと所属を移行するものとする。発令ウィリアム・サザーランド大佐。はっ。アラスカ守備軍、アークエンジェルは宇宙艦だぜ。それを受け1400から機関への補給作業が行われる。以上だ。あの、なんだ、不服か。そうではありませんが、こちらには休暇除隊を申請している者もおりますし、捕虜の扱いの件もまだ。こっちはもうパナマがカウントダウンのようで大変なんだよ。大佐には伝えておく。キラは雨がお好きですか？不思議だなって思って。なんで僕はここにいるんだろうって思って。キラはどこにいたいのですか？わからない。ここはお嫌いですか？ここにいていいのかな？私はもちろんとお答えしますけど。自分の向かうべき場所、せねばならぬことはやがておのずと知れましょう。あなた方はシードを持つ者ゆえに。ですって。作戦開始は定刻の予定。各員は迅速に作業を終了せよ。航海用陸隊配置完了。作戦域オールグリーン。レーザー通信回線最終チェック。3-00現在、気象部報告。第25管区は晴れ。北北西の風 4.2メートル、気温 18.7 度。この作戦により戦争が早期終結に向かわんことを切に願う。真の自由と正義が示されんこと。オペレーションスピットブレイク開始せよ。スピットブレイク発動。目標アラントブレイク発動。アラスカ事務局発動。第6号作戦開封承認。コールサインオペレーションスピットブレイク。目標アラスカ。ジョシュア。ジョシュア、そんな。スピットブレイク発動されました。目標はアラスカ。ジョシュアです。何、ジョシュアだと？地球軍本部パナマじゃなかったのかよ。頭を潰した方が戦いは早く終わるのでね。へえ、面白いじゃないか。さすがザラ議長閣下、やってくれる。イザーク、奴らは目標をパナマだと信じて主力隊を展開させてるんだろう。まさに好機じゃないか。お、これで終わりだな、ナチュラルどももさ。
やはりダメですな。同志のシャトルでも地球へ向かう者は現在すべて発進許可は出せないということで。シーゲル様にアイリーン・カナーバ様より通信です。クラインだ。シーゲル・クライン、我々はザラに欺かれた。カナーバ、発動されたスピットブレイクの目標はパナマではないアラスカだ。なんだと？キラ、彼は一息に地球軍本部を壊滅させるつもりなのだ。評議会はそんなことを承認していない。パナマへ出るタイムはあるんでしょうか。君の搭乗艦は向こうだな。少佐はどちらですか。え、ああ、俺はお嬢ちゃんと一緒だよ。そうですか。では、少佐。注意も元気で。退避の状況はあと3隻ほどでしょう。間に合うのかね。いきなり最深部まで入られたりはしませんよ。ここを並んで、自分の番が来たらそれを見せて乗るんだ。いいな。え、あの、俺ちょっと忘れ物。戦室より入電。サザーランド大佐、これは。守備軍は直ちに発進、迎撃を開始せよ。してやられたよ。奴らは直前で目標をこのジョシュアへと変えたのだ。どうなってんだ、これは。もぬけの殻だ。さて、この舞台の主役、どれほどの大物か見せてもらうぞ。これで戦えというのも酷な話だけど、本部をやらせるわけにはいかないわ。艦長。総員第一戦闘配備、アークエンジェルは防衛任務のため発進します。そんな、キラの少佐もいないのにどうやって。キラ、僕は行くよ。どちらへ行かれますの。地球へ戻らなきゃ。なぜ。あなたを一人戻ったところで戦いは終わりませんわ。でも
ここでただ見ていることももうできない。アズラエルの情報は確かなようだな。アクエンジェはどこなの？私の。何もできないって言って何もしなかったらもっと何もできない。何も変わらない。何も終わらないから。またザフトと戦われるのですか？では地球軍と。僕たちは何と戦わなきゃならないのか少し分かった気がするから。分かりました。この感じラウル・クルーゼか。キラはこれに着替えてください。あちらに連絡を。ラクス・クラインは平和の歌を歌いますと。ほう、久しぶりだな、ムーラフラ。せっかく会えたのに残念だが、今は貴様に付き合っている時間がなくてな。ここにいるということは、貴様も地球軍ではすでに用済みか。落ちたものだな、エンデュミオンの鷹も。違いますわね。これは ZGMF-X10A フリーダムです。でもガンダムの方が強そうでいいですわね。ダッシュした地球軍のモビルスーツの性能をも取り込み、ザラ審議長のもと開発されたザフト軍の最新鋭の機体だそうですわ。これをなぜ僕に。今のあなたには必要な力と思いましたって。思いだけでも力だけでもダメなのです。だから キラの願いに、行きたいと望む場所に、これは不要ですか？思いだけでも力だけでも。そう。君は誰？
私はラクス・クラインですわ、キラ・ヤマト。ありがとう。大丈夫？私も歌いますから、平和の歌を。気をつけてね。私の力も共に。では、行ってらっしゃいませ。Nジャマーキャンセラー、すごい、ストライクの4倍以上のパワーがある。思いだけでも力だけでも。おい、なんだ、フリーダムが動いている。エアロックを止めろ。本部へ通報、スクランブルだ。離れた貴様、止まれ。モビルスーツは。やめろ、僕を行かせてくれ。こいつ早い。開始されたオペレーションスピットブレイク。ぶつかり合う両軍の思惑。求めるものは勝つための正義か、正義のための勝利か。死闘の果てに待つものを知る青き翼が再び空を駆けるとき、新たに導かれる未来は。次回、機動戦士ガンダムシード、舞い降りる剣、激闘の渦、切り裂けガンダム。完成品アクションフィギュアブランドロボット魂バージョンアニメシリーズに新展開。ロボット魂バージョンアニメオブザニュージェネレーションズ。バージョンアニメで培われた可動性能と多彩なエフェクト表現を継承し、機動戦士ガンダムシードの物語が今よみがえる。第1弾となるストライクガンダム、始まりの期待をバージョンアニメならではの独自機構で商品化。数々のエフェクトパーツが劇中のシーンを高い解像度で再現。
あまたの少年少女を熱中させたあのドラマが、バージョンアニメシリーズの最新技術によってよみがえる。同時発売となる高機動戦闘用ストライカーパック、エールストライカー。翌月発売のザフト製量産型モビルスーツジン。まだ見ぬライバルたちと共にコズミックイラの歴史が再び幕を上げる。ロボット魂バージョンアニメオブザニュージェネレーションズ、2022年9月より展開スタート。令和の大地を駆け抜けろ、ガンダム。1979, the Mobile Suit Gundam series made its broadcast TV debut. Over 50 series of theatrical and original video animations have been produced and have reached audiences through the globe. And now the world-famous robot anime is in the palm of your hands as a figure. From Tamashii Nations comes the pre-assembled figure series Gundam Universe. Presented in the international standard 6-inch scale.With its durable structure, dynamic action poses are easily recreated. Amazingly sculpted parts showcase perfect symmetry from any angle. Gundam Universe. A continuous new lineup in a collectible price.